リニア中央新幹線の開業時期をめぐり、川勝知事が2037年までに間に合えばいいとの認識を示していることについて、静岡市の難波市長は全く理解できないなどと痛烈に批判しました。全く理解できないですね。開業時期の問題と行政手続きがどのくらいの時間でやられるかっていうのは別問題で、つまり速やかにやらないといけないんですよね。今日難波市長はこのように述べ、川勝知事がリニアの開業時期を2037年に間に合えばいいとの考えを示したことについて、責任者としてありえないと批判しました。現状はもう多種ダムに達したと。今後は社会的な合意形成を目指して、最終調整を行う段階ですので、もう9合目以上に達しているだろうと思っております。その上で難波市長は、大井川の水問題をめぐり、JR 東海が示した田代ダム案を流域の自治体などが了解し、ダムを管理する東京電力側と基本合意書が締結されたことを受け、9合目以上に到達したとの認識を示しました。生態系への影響や発生度置き場についても8合目から9合目相当だという見解です。難波市長は今後も環境の保全などについて JR 東海と意見交換し、議論を着実に前進させるとしています。